こんにちは、藤織ひなです。今回はベータ版で実装されたウィグフリットのスキルアップデートについてご紹介していきます。ウィグフリットはスキルなしの状態でも戦闘面で扱いやすいキャラでしたが、専用武器などが増えてより使うのが楽しくなりました。それではやっていきましょう。ウィグフリットのスキルアップデートでは、専用の武器や防具、新しい歌、ビーファローのサドルなどが追加されました。今回はスキルの内容を簡単にご紹介していきます。ウィグフリットのアップデート、特に槍と盾がすごい楽しかったです。盾を使ってうまく敵の攻撃をガードしながら戦ったりなど、新しい戦闘方法を考えるのが楽しくなりました。まずはスキルなしの状態から見ていきましょう。ウィグフリットが歌える歌の中には、インスピレーションを消費して歌うことができる歌があります。こんな感じで歌を歌うと右上のメーターが減っていきます。まずはファイティングワーズというスキルを見てみましょう。このスキルはさっき歌っていた歌のインスピレーションを消費する代わりにクールタイムが発生するスキルになります。クールタイムは15秒です。短期間にたくさん歌いたい場合には複数持っておくと、こんな感じで歌っていくことができます。次にバトルコールキャニスターというスキルを見ていきます。このスキルはバトルソングを8個収納できるバトルコールキャニスターというアイテムを作ることができるスキルです。開いてみるとこんな感じで歌を収納しておくことができます。右クリックをすると開くことができますが、開くと地面に落としてしまいます。バトルコールキャニスターの中に入れた歌はその状態のまま読むことができます。次にエンコアというスキルを見ていきましょう。このスキルを取ると仲間を蘇生することができる歌を作ることができます。インスピレーションを95消費して最大2人まで蘇生することができます。現在はクラッシュしてしまうので使うことができません。プラーナーダメージを持っている敵に攻撃されるとこんな感じになりますが、ミスティックレジリエンスというスキルを取るとプラス5のプラーナーディフェンスを獲得することができます。これは雲などの物理ダメージしか与えてこない敵の攻撃には効果がありません。次はインスピレーションの獲得量を見ていきます。ディアクロプスを一発殴るとインスピレーションを4獲得します。ブラギーズブレッシングというスキルを取るとインスピレーションの獲得量が増えていきます。次はウェルディングスピアというスキルを取りましょう。このスキルを取るとウェルディングスピアという新しい槍を作ることができます。使用回数150回、ウィグフリットが使用する場合には 74.4 ダメージを与えることができます。濡れている敵へのダメージが 1.5 倍になります。この槍は他のキャラクターにも渡して使うことができます。エルディングスピアーエンハースメント1というスキルを取るとダッシュ攻撃ができるようになります。右クリックで位置を決めることができて、左クリックを押すとこんな感じでダッシュをしてくれます。これがめちゃくちゃ楽しくて、ちょっと難しいですが、かなりスタイリッシュに戦うことができるようになるスキルです。武器を持ち替えた時とダッシュ攻撃をした時にクールタイムが発生します。次はエルディングスピアーエンハンスメント2というスキルを見ていきましょう。このスキルを取るとエルディングスピアーをリストレインテッドスタティックを使ってアップグレードすることができるようになります。アップグレードをすると使用回数200回、エルディングスピアーの通常とダッシュ攻撃力にプラーナーダメージプラス20が増えました。雲とかを殴るとめっちゃ楽しいです。アップグレードしたエルディングスピアーは装備したまま歩くと移動速度が上がります。アップグレードしたエルディングスピアーを使ってデッドリーブライトシェードを倒してみました。はい、こんな感じで倒すことができます。次は防具についてご紹介していきます。
バトルヘルムを装備した状態でスキルありとなしの状態を確認してみました。ハードヘルムというスキルを取ると、バトルヘルムとコマンダーヘルムの被弾時の耐久減少量が少なくなります。1の場合は 10% 減少、ハードヘルム2の場合には 20% 減少となります。左からスキルなしの状態、スキルのハードヘルム1を取った状態、そしてハードヘルム2を取った状態になります。次にコマンダーズヘルムというスキルを取ります。このスキルを取るとコマンダーズヘルムという新しい防具を作ることができるようになります。耐久630、被弾時のダメージカットが 80%、 耐性が 20%、 そしてノックバックを無効にするという効果を持っています。通常のバトルヘルムをつけてデッドリーブライトシェードに戦いを挑むと、こんな感じで飛ばされてしまいます。コマンダーズヘルムをかぶっていくと飛ばされますが、ダウンしてしまうことはなく戦うことができます。次にコマンダーズヘルムエンハンスメント1というスキルを見ます。このスキルを取るとプラス8のプラーナーディフェンスを獲得することができます。コマンダーズヘルムエンハンスメント2というスキルを取ると、ビグフリットが最大体力の状態で攻撃した場合、コマンダーズヘルムの耐久を回復することができます。次にバトルロンドというスキルを見ていきましょう。このスキルを取るとバトルロンドという新しい盾を作ることができるようになります。右クリックをして位置を決めて、左クリックをすることで盾を構えることができます。敵の攻撃をガードしたり攻撃したりすることができる便利な盾です。バトルロンドでガードをするとダメージを完全にカットされて、盾の耐久を消耗してしまうこともありません。持ち替えをした時とガード成功時、ガード失敗時にクールタイムが発生します。ガードが成功するとクールタイムは短くて済みますが、ガードが失敗してしまうとクールタイムの時間はかなり長い時間かかってしまいます。次にバトルロンドエンハンスメント1というスキルを取りましょう。このスキルを取るとバトルロンドのガード持続時間が長くなります。比較してみるとこんな感じ、結構使い勝手が変わります。次にバトルロンドエンハンスメント2というスキルを取ります。このスキルを取るとバトルロンドで敵の攻撃をブロックした後、5秒以内に攻撃した最初の攻撃に追加でプラス15から30ダメージを与えることができます。次にビーファラーのスキルについてご紹介していきます。ライトバルブを10個与えて起乗し、乗り降りを5回繰り返してスキルとありとなしの状態を確認してみました。まずはスキルなしの状態から見ていきましょう。スキルなしの状態では家畜度は 0.94% となりました。次にノーブルマウント1というスキルを取ってビーファローの家畜度の上昇を見ていきます。スキルありの状態では家畜度は 1.08% となりました。比較してみるとこんな感じ、実際使ってみましたがびっくりするほど早いわけではなかったです。次にビーファローの起乗時間について確認していきます。ノーブルマウント2というスキルを取って起乗時間を見ていきましょう。両方とも家畜度0の状態でライトバルブを10個だけ与えて起乗しています。スキルありの方がちょっとだけ長くなりました。次にビーファローに乗った状態での攻撃力について確認していきます。スキルなしの状態はこんな感じ、ノーブルマウント3というスキルを取るとビグフリット起乗時にビーファローで攻撃した場合にプラーナーダメージプラス10を与えることができます。次
次にバトルサドルというスキルを見ていきましょう。このスキルを取るとバトルサドルという新しいサドルを作れるようになります。このサドルは火止め 40% カット、ダメージプラス5、速度がプラス 30% となります。通常のサドルは移動速度プラス 40% なので、普通のサドルをつけるときよりもちょっと遅くなります。バトルサドルで攻撃しているときの様子はこんな感じ。ノーブルマウント3を取った状態では44ダメージだったのでちょっと上がっています。ビファローはバトルサドルを装着していると火ダメを 40% カットしてくれます。これは通常サドルの様子です。こっちがバトルサドルをつけている時の様子。150ダメージが90ダメージになりました。最後にアフィニティスキルについてご紹介していきます。まずはシャドウとルナの敵に与えるダメージと受けるダメージを確認していきましょう。それぞれこんな形になりました。シャドウチャンテスというスキルを取ってみていきます。このスキルはスキルを取得した段階でシャドウ系の敵から受けるダメージが 10% 減少、ルナ系の敵に与えるダメージが 10% 増加します。ダークラメントという歌を作成して使用した場合、シャドウ系の敵から受けるダメージが 19% 減少、ルナ系の敵に与えるダメージが 15.5% 増加します。次はルナーメロディストというスキルを見ていきましょう。このスキルを取るとルナ系の敵から受けるダメージが 10% 減少、シャドウ系の敵に与えるダメージが 10% 増加します。エンライテッドルラビーという歌を作成して使用するとルナー系の敵から受けるダメージが 19% 減少、シャドウ系の敵に与えるダメージが 15.5% 増加します。マルチプレイの場合、歌の効果は味方にも付与されます。その場合、受けるダメージが 10% 減少、与えるダメージは 5% 増加となります。Run.